いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、そのなんか女物の指輪でフランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか？ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか？はい、受けたまわりました。おっと、ごめんよ。ああ。もしかしてあなたもすられたんですか？ああ、ひょっとしてあんた？ええ、私もすられてしまいました。あのすり師は隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか自販機の裏とか。そうなのか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。だがどこに隠れていようが絶対に探し出して取り返してやるぜ。もしも見つけたら私の仇も取ってください。わかった。おい、お前。盗んだ指輪を返せ。バレたか。おい、ちょっと待て。
足の速いやつ。あ、財布がない。あの男スリだったのか。ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。そう、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ良いわ。ん？何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。ませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何？どこへやったんだ？ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その、言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと？当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。
なあ、その指は俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ。兄貴じゃないっすか。シンジ、こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが、時間がない。急いでくれ。あ、はい。オンに切る。今度、感想聞かせてくださいね。さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。シンジ。あれ兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む。詳しいことを話してる暇がない。
他のやつに取られちまうかもしれねえんだ。ああそうっすよね、わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。指輪か。ない。さっきまであったのに。まさかもう誰かが買っていっちまったっていうのか。あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪どうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、ちゃんと取り置いてあるからさ。本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか、とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。ああそうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない。そうなの。じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう。指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと。ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何、誰かそういう人がいるわけ。やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの。え、さあな。
じゃあキリエちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。おはよう、キリエちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。うん？錦はどうした？錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってたわ。そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば、ユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。